インタファクス通信が2022年3月10日にロシア国防省の公式発表として報じたところによると、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区レイカの部隊が、千島列島において S-300 地対空ミサイルシステムを用いた実弾発射演習を実施したらしいんだ。この千島列島、ロシアでいうところのクリル諸島は、北方から押し寄せる米軍を迎え撃つ重要なロシア本土防衛ラインの一つだな。だからこそ、北方領土を含む千島列島の各島々には地対空ミサイルや地対艦ミサイルを有する守備隊が配備されているってわけだね。そういうことだね。さて今回は、ロシア軍による千島列島などでの大規模演習についてと、ロシア軍が保有する S-300 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回、ロシアのウクライナ侵攻に呼応する形で実施された極東での大規模演習では、領空侵犯機に対して S-300 地対空ミサイルシステムを用いた迎撃を想定して防空演習が行われたとされており、ロシア国防省の発表によれば、領空侵犯機役の目標を全機撃墜したとし、その防空演習の成果を強調しているよ。今回の大規模演習では、ロシア海軍からも多数の艦艇が参加していたとされ、3月上旬から中旬にかけて、日本の津軽海峡や宗谷海峡にも多数のロシア海軍艦艇が航行しているのが確認されており、日本政府としても今回の大規模演習に対しては、ロシアへ外交ルートを通じて遺憾の意を示しているけど、ロシアとしては、日本に対して、今回の演習によってロシアからの軍事的な脅威を改めて認識させれば良いため、過剰な反応はロシアを利することになるため、日本としては、今回のように遺憾の意を示し、粛々と対応するのが良いのであろうと思われるんだ。実際問題、今回の防空演習で使用された S-300 地対空ミサイルは、日本の脅威となりうるの？そもそも、この S-300 は、1970年代に旧ソ連によって開発された長距離地対空ミサイルシステムであり、様々な派生型も存在する旧ソ連圏では最も代表的なエリア防空を担う対空ミサイルシステムのことなんだ。米国の対空ミサイルシステムであれば、スタンダード長距離艦対空ミサイルシステムが S-300 に相当するミサイルとなるよ。NATO でのコードネームは、初期生産型の S-300P であれば、SA-10A グランブル、弾道ミサイル迎撃型の S-300V であれば、SA-12A グラディエーター、SA-12B ジャイアントなどと呼ばれているんだ。また、S-300P を艦載化した S-300F ホールトは、NATO では SAN-6 と呼称されており、1970年代半ばに S-300P が実戦配備されて以降、順次改良や派生型の開発が進められており、S-300 ファミリーとされるその形式は、大きく艦載型の S-300F 系列、地上配備型の S-300P 系列、弾道ミサイル迎撃型の S-300V 系列の3つに分けることができるよ。しかしながら、それぞれの形式の S-300 は、同じ S-300 との名は冠しているものの、特に米国の準中距離弾道ミサイル MGM-31 パーシングミを迎撃するために開発された S-300V については、他の S-300 の系譜とは全く異なる設計となっているんだよな。そうそう。担当した旧ソ連の設計局もそれぞれ異なっており、S-300P はアルマズ設計局、S-300F はアルテアー設計局、S-300V はアンディ設計局がそれぞれ開発を担当しており、より S-300 の系譜を複雑にしてしまっているみたい。S-300 系列の採用国としては、旧東側諸国を中心にイランやエジプト、ベネズエラなど、多くの国で導入されており、現在進行中のロシアのウクライナ侵攻では、ウクライナが実戦で S-300P を用いてロシア空軍の航空機を撃墜する戦果を挙げているんだ。日本周辺においても2020年12月1日、ロシアの国防省系列のテレビ局スベズダが報じたところによると、北方領土の択捉島に射程が 400km に達する S-300V4 が配備されたとしており、ロシア軍による北方領土の実効支配の強化が一層進められているんだよね。そして、現在では S-300 の後継として、その改良型である S-400 が開発されているんだ。この S-400 トリウムフロシア語で大勝利の絵、長距離地対空ミサイルシステム NATO コードネーム SA-21 グラウラーは、長射程かつ同時多目標への追跡迎撃が可能なシステムとなっており、従来の S-300P 系列と比べても格段に防空能力が強化されているみたい。S-400 は、米軍が運用するパトリオットミサイルシステムと比較しても、同システムの2倍の有効射程を有しているとされており、ロシア国防省が公開した資料では、400クム先の6つの目標に対して追尾迎撃する能力を有しており、対ステルス機に対しても優れた能力を示しているとされているんだ。この S-400 は、東シベリアのバイカル湖から太平洋までを範囲とする、
極東ロシア地域の防空を担うために2017年12月にウラジオストクへと配備され、その後も原子力潜水艦基地が所在するハバロフスクやユジノサハリンスクなどへ配備が進められているみたい。また、今回のロシア軍の大規模演習では、ロシア海軍の動きも活発化しているね。エトロフ島での防空演習が実施された後、2022年3月10日深夜から翌11日にかけて、津軽海峡の国際航路をロシア海軍太平洋艦隊に所属するウダロイ級駆逐艦など、重責が太平洋側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたほか、3月14日にも別のウダロイ級駆逐艦など6隻が宗谷海峡を、オホーツク海側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたんだ。今回の大規模演習には、ロシア海軍から24隻の艦艇が参加しているとされており、その艦艇の一部が演習終了後にウラジオストクなどへ帰還するために航行していたのではないかと推察されているんだよね。海上自衛隊も警戒を強めており、P3C 哨戒機や護衛艦を向かわせ、警戒監視活動を行っているな。これらのロシア軍の行動について、ネット上では不安や懸念の声が多く寄せられており、ロシアが北海道を占拠しようとしているのではないかとの声も聞かれ、ロシアのウクライナ侵攻もあっている中で日本国民がロシアの動向に対して敏感になっていることが伺われるんだよね。しかしながら、今回のロシア軍の行動について、日本として過剰に反応することは、ロシアの思惑に乗ることになり、ロシアに利する行為であると言えるんだ。今回、津軽海峡や宗谷海峡を通行したロシア海軍艦艇について、撮影された写真からも伺えるんだけど、そこには今では年代物であると言ってもよい。1960年代に就役した旧式艦や艦隊のあちこちに錆が浮いて、整備が行き届いていないように見える艦も多数確認されているよ。潜水艦発射型巡航ミサイルを搭載可能なキロ級通常動力型潜水艦については脅威と認識しても良いんだろうけど、所詮は通常動力型潜水艦であるため、原子力潜水艦に比べれば脅威度はかなり低下するし、何よりも現在日本が保有する海上自衛隊や航空自衛隊の対処能力をもってすれば、十分に打ち勝つことができる戦力であるということが、逆に確認できたとも言えるんだよね。さらにロシア海軍太平洋艦隊で最も戦闘能力が高いであろう、太平洋艦隊機関スラバ級ミサイル巡洋艦バヤーブについても、この度のウクライナ侵攻に合わせて国会へと派遣されているため、ロシア海軍の太平洋方面での戦力は従前とは言えない状況となっているんだ。また、ウクライナ侵攻に投入するため、冬季戦に強いシベリアに駐屯する兵力から相当数の兵を引き抜いているとされており、このような状況で、ロシアが日本へ侵攻する可能性はほぼゼロに近いのではないかと推察されるよ。直近では、ロシアの国会議員による北海道の全てに対してロシアが権利を有するという発言についても、あくまでも実効性の伴わない牽制や脅しに類するものであり、日本が過剰に反応する必要はないものであろうと思われるんだ。今後、ロシアのウクライナ侵攻について、ある程度の決着を見るまでは、ロシアは周辺諸国に対して牽制する発言や行動を続けるだろうが、実効性の伴わないそれらの発言や行動に対しては、過敏になりすぎないことが肝要なのではないかと思うぜ。そして、日本として最も脅威を感じて、その動向を注意深く監視しなければならないのが中国についてだからな。そうだね。中国はロシア寄りの姿勢を示しており、北京オリンピックも終了しているから。中国がこの機に乗じて何らかのアクションを起こすことは十分に考えられる事態だからね。ロシアによる力による現状変更が結果として容認されるような事態となれば、中国も力によって台湾を併合しようとしたり、尖閣諸島を武力により奪い取ろうとすることも考えられるもんね。場合によっては、中国はロシアと共同して日本へと軍事的な圧力を加えることも想定され、ロシアと中国が南北で活動を活発化した場合、自衛隊は二正面作戦を強いられることになりかねないからな。また、中国が核兵器の使用を示唆した場合、果たして米軍は武力による軍事介入を行うのか、米国のウクライナへの対応を見ている限り、現状では疑問符すらついてしまっている状況だぜ。中国軍が尖閣諸島へ侵攻した場合、場合によっては米軍が傍観し、自衛隊単独での防衛戦闘も想定され、その場合、尖閣諸島を自衛隊だけでは守りきれない可能性もあるんだ。そのため、今からでも日本単独でも自国領を防衛できるだけの力を得る努力を行い、それをもって抑止力とすることで、中国やロシアが迂闊に日本に手出しできない環境づくりを行うことが重要だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。それにしても本当に最近のロシアは怖いよね。ニュースで見るたびにひどくなってるからな。一日でも早く戦争が終わることを願います。ちなみに、
僕たち新人なのでよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。